え、何あれ、あれちょっと、え、あれちょっと、やばい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 、タイムリープしたかもしれない、やばい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 、チェッチェレーチェッチェレチェチェッチェレーチャララララってなってる。ジュラシックパークの今の、さっきインディージョーンズ歌ってましたよね、私ね、インディージョーンズだったら。ジュラシックパークってどういう歌？あー、ここに関してだけは望遠レンズが欲しかった。ここに関してだけは、足元まで行けばいいじゃん。はい、今日は 24mm なんでしょ。今日 24mm、 足元まで行くしかないよ。あ、よし、じゃあ行こう。うわ、シャッター、シャッター、シャッター。子供の頃はみんなあの動物の絵本とか保育所で見てるでしょ、読んでる中、私は恐竜の図鑑とか見てる子だったので、恐竜はね、テンション上がるよね。ガオーの、あ、もう、いやね、ガオーとかさ、どこから聞こえるんだろうとかさ、うん、だから USJ に行きたくて、 USJ のジュラシックパークのコーナーだけ行きたい。もうほんとそこで1時間じゃない、1日いたら。わ、ね、ちょっとすごいね、言ってよ、知ってたらもっと来てたのに、早く。すっげえ。やばーやばーやば、ちょっと誰も見向きもしないけどさ、やばいね、やばいね、これやばいよ。やば、やばい、ちょっと。ガオって言ってる、めっちゃガオって言ってる、めっちゃ聞こえてくるもんね、シャーみたいな。やばーの、このここやばいね。なんかプリケツしか映んないわ。すごいね。あのさ、尻尾なのにさ、尻尾なのにこんなさ、キュッってなってるってことはさ、相当な筋肉だよね。どの角度もテンション上がるわ、ちょっと。え、ちょっと恐竜の子供になっていいですか？恐竜の子供になりたい、ちょっと。恐竜の卵。少々待って。私も取りたい。私もその恐竜の卵の中入りたいな。私も取りたいな。卵焼きっつって。うちの冷蔵庫に2日前の賞味期限の卵があと3つあるんですけど、いけるかな。その中入れるかなってこと？じゃあそれ食べれるかなと思って。3日過ぎてんだよね。あ、違う違う、2日過ぎてるのが3つあるんだけど、3つあるんだけど。サムネイルにちょっと、いやいや、でも卵感はないのか、近づいちゃうと。卵感とかじゃなくて、今日は、ね、紅葉を撮りに来た。恐竜もはちょっと、え、これ恐竜、あ、でもちょ、恐竜との写真ちょっと撮っといてもらっていいですか？あの本当に現れてしまったみたいな、本当に現れてきた恐竜を撮影するかのように70-200ですごいなんか盗撮みたいな感じで撮って、ちょっとやべえみたいな、出会ってしまったみたいなのを撮るために、ちょっともう一回来るわ、個人的に、個人的に行きたいな。
さあ紅葉の写真を紅葉の写真を紅葉してないね紅葉の写真紅葉の写真を撮ろうかいやでももう結構楽しめたかなあの高校の修学旅行 USJ 行ったんですけどいやジュラシックパークのとこで秒で終わっちゃったねやっぱ女の子たちで行くからさ本当はさあの恐竜の人形とかすごいさ選びたかったんだけどさやっぱみんなさエルモとかさかぶり物したりしてさおお来た あれ乗りたいやな乗りたかったな個人的に来てあれ乗ってティラノザウルス撮るわいやティラノザウルスってさテンション上がるよねあと羽ばたくやつもさ可愛いよねさ紅葉も撮れたんで撮ってねえよ紅葉してないねあここあの来たよこの落ち葉埋もれる友よ かかとがすり減ったので同じスニーカーの2足目を買いましたあまりにもお気に入りすぎて同じのを2足目でそれのファーストショットあ、ちょっと今釣っちゃったかもしれないちょっと釣っちゃったね今釣っちゃったよあー早くおいっ子育たねえかないやもうおいっ子の成長がもう楽しみすぎてあもう本当においっ子可愛い毎晩届くおいっ子通信がもう本当に可愛くてしょうがないおいっ子通信でも私はおいっ子なぜかポンって呼んでるんだねポンちゃん通信がポンが本当に可愛いもう本当に本日は栃木は公園へご来店いただきまして喋るんじゃないよありがとうございます私が喋ってんだ私が喋ってんだから喋るんじゃないよの予定ではこの木の陰に落ち葉がいっぱいあってそれがあたかもこうみたいなちょっとおしゃれななんか見たかったんだけどな陰しかねえここが落ち葉でこうそう、それを撮りたいの今年は木の陰のところに落ち葉がいっぱいあってわはみたいなそれを撮りたいのねこれ紅葉じゃないもんね土地の木だもんねこれね土地の葉枯れてるだけだもんねこれね色変わってるからねあ、ヒデ先生いる休憩中ですかお疲れ様ですおこれあれですか世代交代の絵ですかあ、そういう感じそういう感じですかどうもっつってどうもやられたじゃんリカちゃんですリカちゃんです食べてる時にリカちゃんさユーチューバーなんない？トモヨさんの子分として世代交代か私あんまり変わんないじゃないですかもう一人いますよすごいね余裕ぶっこいてるからね映んないと思って余裕ぶっこいてるからねアイスターもう一人いますよこれ水品ちゃんです西那須の店だよねはいはい、アイス食べて美味しいな美味しいです美味しいな美味しいよねそれ美味しいよ何食べても美味しい世代だよね本当アイス食べてても可愛いよ本当にねユーチューバーなんないならないです。あ、なの。ないですよ。断るし。断られちゃった。モナ王じゃない。やっぱバニラのモナ。できるじゃないか。同じか。ありがとうございます。やったー。アイスの自販機、売り切れるまで買ってみた。やめなさい、そんな。お腹痛なっちゃうでしょ。すごい箱に入ってる。いただきまーす。喋るんじゃないよ、動画撮ってんだから。